はいこんにちはニコンイメージングジャパン公式 YouTube チャンネル Z の世界へようこそ、えー、今回は十一回目になりますさあ今日もですね阿部、えー、秀幸以外に、ね、お二人ゲストをね、えー、呼んでいます、えー、今回ね、えー、Z 十四三十 mm f4s をね、えー、取り上げるんですけども光、えー、学設計とメカ設計の方に来ていただきました、えー、まずは自己紹介からお願いしますはい。 えー、メカ設計を担当した長岡と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。光学設計を担当した上原と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっとですね、この Z の1430ね出てきて、僕はあのやっぱり大口径のねマウントで、そしてショートフランジバックでっていうので。 あのおととしね Z シリーズ始まってこれ1430出てきてやっぱすごい期待してたんですよ。でこれを使ってみてなんて素晴らしいんだろうとやっぱりね一眼レフ用のね、えー、レトロフォーカスベースのズームだとねやっぱワイドズームここまではできないなと思ったんです。でこれはこれですごい気に入っててでついこの間この1424の28も出てきたわけですよ。でこれもすすごいい素晴らしいんで,すで あの前のね。こっちの f のやつ。これはやっぱり僕のニッコールの人生の中でもあのダントツに2連だったんですよ。でもこっちが出てきたらやっぱりショートフランジパックね。やっぱすごいなって思うわけです。ただ、これはね。あの誰にでもやっぱりお勧めできるかって言うとそうでもないで。ただそのショートフランジパックのね。ワイドの良さを知ってもらうためにも。 逆にこの1424出てきてやっぱり2八のやつは結構ねあのボリュームあるなお値段もいくなと思った方に逆にこの1430をもう一度、ね、ちょっと見てもらいたいとそんなことを思って今回はこの 1430F4S を、ね、再認識したいと思ってお二人に来ていただきました。で、まあ、描写がすごいわけですけども何といってもこのコンパクトさね あの沈胴になってるんですけど、このねコンパクトさ、まあこの辺りから少しねあの行きたいんですけど、まずは開発コンセプトからねお願いします。とこちら十四三十の開発コンセプトなんですけれども、えっ、ー、とフィルターのつけられる超広角ズームというのがコンセプトになります。で、えっ、ー、と F マウントの十四ミリの場合ですと、まあこのように頭で無菌になってますので、まあフィルターがなかなかつけられるっていうことができませんでした。 まあですのであの今回の Z マウントになってえっとフィルターが付けられてまあしかも焦点距離は14ミリでやろうとい非常にこだわって設計しましたまたですねあのただの超広角では終わらないようにテレタの焦点距離も30ミリまで伸ばしてまあ長焦角からまあ準標準域ないしまあ広角ぐらいまであの撮影できるような幅の広いレンズというのを目指しましたですねあの今やっぱり あの超広角でフィルター使いたいって人多いわけですよ。僕もそうなんですけどで、あのこの1430ミリって前玉ちっとも出っ張ってないからフィルターつくわけですよね。で、一眼レフ用の？ そうだとねやっぱり前玉がこうやってさっきデメキンって言った方本当にデメキンでこのままではフィルターつかないとでいうんで大きなね台座みたいなのをつけてそれでねみんな使うで特にまあ ND フィルターハーフ ND とか多いんですけどやっぱりこの辺りの使い勝手が劇的に良くなっていると思いますねこれがこの14、30ミリのね、えー、魅力だというふうに思いますね、えー、開発コンセプトついてメカの方でお願いしますはい、えー、っとフィルター付きで超広角 というのもあるんですけども。それだけではなくて、高い描写力を持った小型で取り扱いしやすいズームレンズ、それもコンセプトにしています。はい、あのやっぱりその小型というところなんですけど、あのワイドズームっていうのはどうしても一眼レフ用のは大きいね。で、前玉ドーンとなっててボリュームがあってというところなんですけども。今回のはそのまあ。 山へ登っっったたりととかいいいいろろんなところでやっぱ使ていいて人もいてで僕もそうですけども1本こうカメラバッグに入れっぱなしにしたいぐらいなんですよワイド。で、あのー、これわざわざ持っていくっていう感じになるわけですけど大きいといやそうじゃなくていつも入ってて使いたい時にスッと出せるっていうそこがこのレンズの、ね、魅力そして F4 まあ絞り込んで使うことも多いですからね風景だとそうすると F4 でもいいじゃないかっていうんで、まあ、コンパクトさということなんですけどだけどこの性能を出しながら コンパクトにするっていうのはなかなかこう大変ですよね。で,ねで、このレンズの性能っていうのはちょっと後でね。あの写真もまたね。あのみんなに見てもらいたいと思いますけど、端っこまでね。 あのイルミネーションなんか撮ったら本当に綺麗な天像を結ぶんですよ。でまあ、ちょっと光学の方からですね。そこ,そこら辺のところを少しお話しいただけますかね。ですねえっ、ー、とまずこっちの1430がまあ小型化できた理由の一つというのは、まあやはり z マウントであるというのが一番大きいです。で、なぜ z マウントだといいのかというと、あの f マウントの時ではあの選択できなかった。光学タイプというのを選択できます。あの小型化に有利な。 光学タイプを選択でできるっていうのがまず一つですねあともう一つの理由というのはあの VR 機構がこちら入ってませんなぜかというとボディ VR がついてますので、まあ、そちらにあの手ぶら補正のところは担えるということでそこの機構を抜くことであの小型化に有利な構成というのを取ることができましたはい、はいえー、メカの長岡さん、えー、同じ質問なんですけどもこのコンパクト化のことを少しお話していただいていいですかはい メカとして振、えー、動式を取ってるんですが、ここが一番小型化に効いてるポイントです。で、ただし、あの振動式にしたからといって単純にコンパクトにできるわけではありません。あのどうしてもこの振動させる回転領域っていうのが必要になりますから、内部の各レンズを駆動させるメカカムがどうしても長くなってしまい となるとそれに関連する部品が大きくなってしまってせっかく沈胴式を採用しても限定した小型化になってしまうというところが傾向としてありますで設計者としてはその内部の多数あるメカカムをです、ね、こう,うまく組み合わせるようにパズルのように配置してコンパクトに仕上げるという工夫が必要ですで今回のこの製品においては設計の早い段階から 光学設計担当と一緒になって高い光学性能を確保しながら小型化できるメーカーカムという具体的にはメーカーのカムの軌跡だったり軌跡だったり長さだったり配置だったりを、はいえー、煮詰めていったということがまずあります。なるほど。で、もう一つあるんですけれども、はい、あの Z マウントは径が大きいです。はい、ですから振動機構を 入れる上ででは有利な傾向がありますの,で、はい、あの無理なく鎮黙機構を入れることができたということで結果として高い光学性能を確保しながら顕著な小型化というところが達成できました。 この沈動なんですけど、まあ、最初2470の F4S で沈動が入ってきてで僕はこの沈動ってのはどのくらいの耐久性があるのかなとかいろいろ思ったんですけど全く実際には使っててあのへこたれてこないんですけどすすすごごくくよよできてままね <laughs> ありがとうございここは本当にこだわりましてあの耐久性に関してはもう何台も何台も繰り返し行いました。はい あのやっぱりこれは最初の頃はですね、削れ量が多くてですね、内部のですね、耐久後にトルク、この感触ですね感触が初期の頃から変わってしまう緩くなってしまうまあそういったところもありましていろいろなチューニング工夫をしながら最終的に仕上げていくというところで、ね。 はい、そう言ってもらえると嬉しいです、うんはい。やっぱりこの品質保証っていうところですね、品種まあ、こことっても大事なんで。あの、初めてだったから、これどのくらいいくのかなと思ってたんですけど、ものすごくね、あの、いいです。もう、ね、丸2年ね、使ってきても、ちょっともへこたれてはいないので。やっぱ、素晴らしいなと思っているのは、僕の珍道です。はい、えー、実はですね、上原さんとは、僕はもう何度も、あの、対談、インタビューさせてもらってて。えー。 前の時にですね上原さんが「僕あの天体少年だったんで無臭サレンズが僕のねあの理想なんです」って話をし,たんですけどしてくれたんですけども今そのことどうですか。そうですねあの個人的な好みとしてはですね、まあ、天体撮影には有利なんで無臭サレンズというのは好きです。はい、あのそれれは変わらないですけれども、まあ、ただ、あの何でしょうね えっと被写体によってはですね、あの収差の残っている味のあるレンズっていうのももちろん適している場合がございますので、あの完全に理想っていう意味ではそのどちらも選択できるようなあのそういう自由度のあるレンズというのがまあ理想っていう形になります。なるほどね。あのまあその収差残存収差あるとまあ、昔はそれをレンズの味みたいに言ったりしましたけど、はい、レンズの味なんてことはいかがですか？どんな風に思われてます？ そうですねあのレンズの味というかまあレンズ使ういろんな交換レンズを使えるとやっぱりそのどういう表現をその写真に入れ込もうかっていう選択肢が広がるっていうところだと思いますのであの私は味というかその残存収差の残るレンズというのはそのどれだけ選択肢の幅をあのお客様にあの提供できるかっていうところかなと考えてます。 なるほどまああの昔はですね一時前だったらとにかく秀差がなくてもうバリバリ改造してっていうのがよしとなっててもちろん今だってそれはあの改造しなきゃいけないし秀差もあったらいけないんですけどでも僕は少しねこうジェットになってきてなんか余裕が出てきたっていうかやっぱ表現っていうもう一つあのニッコールがあの一つ上の表現というところに近づいていったと、えー、そんな世界を切り開いたというような感じがしています。はい さあ、えー、とメカの方またちょっと聞きたいんですけども、えー、さっきカムの話少ししていただいたんですけども随分このやっぱりカム機構とかも、まあ、今昔と違いますよねメカカムそか電子カム少しこの辺りの話聞かせていただけますか、はいえー、メカカム電子カムム電子それぞれぞレンズ群を動かす 形としてありますがあの電子カムに関してはもう最近ですねあのアクチュエーターや制御面の技術向上から、えー、昔に比べて重いレンズでもあのうまいことを動かすことができるようになっています。でそこに関してはあの設,計設計の立場としてはあの選択肢が広がってとても良いことだなと思っています。ただそのメカカ設計者ととしては、えー、電子カムで物を動かすと 言ったときに起きる音であったり振動、うん、そういったものに対してどう向き合っていくかというのが大事だと思っています。あの具体的には、えー、部品の材質をどうするかとか、あとは各所の部品の肉厚をどう設定するか、内、え、子、ー、は、えー、場合によってはゴムのような弾性体を中介部材として入れて振動吸収するとか、まあ、そういったところをですね今まで以上に シミュレーションをうまく活用しながら、えー、追い込んでいく最適化していくということが必要になるのかなと思っています。なるほど。あとまあ今ムービーも撮りますから余計そその音ととかそういったことあ,のありますよね問題、はい、確かにムービーに対しての、えー、お客様のご要望としてなるべく静かに、えー、スムースに動いてほしいっていう要望は強くありますからそこの点に関してもあのいろいろと設計 シシミュレーション駆使してとかご要望にに応えれるように頑張っています。さあ、はい、ところで上原さんといえばね天体少年と僕は思ってるんだけどあの一番最初に設計した DX のね1855とかでもね天体取れるんだって言ってたけどもやっぱり今回も天候源というか星天候源そういったものをねすごくあの頑張られたと思うんだけどちょっとその辺りのことをお話し聞いていいですかねそうですね や1430の方はですね、まあ、F4 開放が F4 ということで、まあ、本格的な天体写真にはちょっと向いてないんですけれども、まあ、でもせっかく自分が設計するっていうことであの星も撮れるようにしたいという思いは強くありましたのであの周辺の天像っていうのはきれいに丸になるようにあのバランスを整えるようになるべく設計しました。 前に僕はですねあの上原さんに、ね、あのこれからもねじゃあねあの点を点で取れるレンズを頑張ってくださいねって言ったら先生点は点じゃありません星が点ですって言われたことがあるんですけど僕は今回星は取らないんですけどイルミネーションをねこのレンズで最初に撮って一番ね角の四隅を見た時にもう感激しました。だって こんなに綺麗に写写るの今写真、ね、切りり替わります。はいこんなに綺麗に写るのってやっぱり思ったのでやっぱりあのフ上ラーさんが作ったレンズなんだなということを実感したわけですね。はいさあところで、えー、とメカの方ねもう少しあのお話聞かせていただければというふうに思います。はい、えー、今回のこの機種は小型軽量に配慮した設計というところがあるんですけども、まあ、そうなってしまうとどうしてもですねあの部品をですね薄肉にして。 軽量化してということについて暗、えー、直な考えが、えー、起きてしまって、まあ、そういう設計を実はちょっとしてました。で、それに関してはですね、実はもう設計の終盤段階でですね、あの周りの人間からですね、あのちょっとそういうのをもうちょっとですね、お客様の実際掴む部品含めてもしっかりとしたその剛性感が必要だ。は、うん、もうそこは確保しようよ、肉厚ちゃんと確保しようよっていう話がありました。 で軽量化は軽量化で、それは維持したいので、まあそれはもう他のところで頑張るなりして、何とかしようよっていう、まあそういったあの周りのメンバー、社員の方からのアドバイスもあって、あのまあ質感の配慮された小型軽量のレンズができたというふうに思っております。なるほどね。あの使ってみるとわかりますけど、あのこの沈動をさせるね、えそして戻ってくる感じとかこの 精密感ね、これすごいんですよ。で、こういうところがね、今のお話の中にね出ていたなというふうにね、えー、思いますね。はい、えっ、ー、と最後にですね、お二人にあの今後ねまたこうこういうのを作ってみたい、こういうことしてみたいっていうのことを聞いて、えー、終わりにしたいと思います。はい。じゃあ浦原さんから。はい。そうですね。今後設計したいレンズというのはですね、まあやはり何か特徴のあるものというのを設計したいですね。 Z マウントだからできるようなものだとか、まあ、このレンズがあるから Z マウントを選んでいただけるというようなあの、まあ、ただ単に画質がいいだけではないプラスアルファ何かあの先ほどの表現の幅があるようなあのものが加えられるといいと思います。はいえー、と Z レンズはおかげさまであの高い 描写力というのが評価いただいていると感じています。なので今後もですね、そのことを意識しながらそれだけじゃなくてあの取り回しの良かったりとか高い信頼性を確保すると、そういった道具としての魅力というところにも意識して今後のレンズも出していければいいなと思っています。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、今日はですね。えー この F S ですね、えー、これをね、えー、取り上げたわけですけどもやっぱり、あのー、大口径でショートフランジンパックになったこのニコ,ニコン Z ですねこのシステムっていうのはやっぱりワイドを使ってね、えー、初めてねその僕は。 体感できる部分もあると思うんですよ。ですからあの十四二十四ね、えー、待っていた方ねで触ってみたとでもやっぱちょっと本格的すぎるな自分にはなんて思ったらいやいやこっちも十分本格的なんで十四三十 f 四 s どこにでも持っていけるポケットにだって入っちゃうね、えー、この十四の超ワイドそして、えー、フィルターが付くということですね。はい、えー、ぜひね、えー、これもあの楽しんでもらえるといいと思います、えー。今日は本当にどうもありがとうございました。はいまたお会いしましょう。はい。